ホンダ CBR ホンダ CBR900RR1997 ホンダ CBR900RRCBR900RR はホンダ技研工業が主に輸出市場向けに製造していた4ストロークのオートバイである輸出用モデルはファイアーブレイドのペットネームが与えられているモデル別に排気量は 893cc 919cc 929cc, 954cc とあり、929cc, 954cc のモデルは CBR-900、CBR-900RR、CBR-929RR、CBR-954RR と呼ばれる場合があるが、本校ではこれも合わせて記述する。 1980年代後半から1990年代初頭当時の排気量 900cc 前後のクラスは 250cc から 400cc のクラスで主流となっていた WGP のレーサーレプリカモデルや 750cc クラスのスーパーバイク世界選手権に出場するために販売していたホモロゲーションモデルなどの軽量なモデルとは違い スポーツツアラーモデルが主流であった。その中で、ホンダは1980年代後半より、VFR750 に続く、スポーツモデルとして、CBR750 の後継車種で、CBR シリーズの基幹として RR、CBR250RR400RR シリーズと延長上のデザインをした、CBR750RR の開発していたが、 販売面での CBR750 の伏戦、VFR750R と同じ 750CC クラスにスポーツモデルを置くことによるバッティング、V 型エンジン搭載車への開発への配慮などの複数の視点から CBR750RR は開発中止となった。しかし、CBR750RR の設計主任を担当した ババニー氏が開発の中止された投射種を排気量 900cc ぐらいまでアップさせ、軽量なスポーツモデルとして出したら、輸出市場が狙えるのではないかとの考えを会社側に提案し、会社側もそれに了承し、開発が決定した。開発は CBR750RR の遺産を生かし、CBR750RR のエンジンのストロークアップや、 レーサーレプリカ同様の軽量化、リアカウルの収納スペースの確保等が挙げられるが、特にハンドリングが 900cc からリッタークラスに代表されるような、もっさりしたハンドリングではなく 250cc から 400cc クラスのレプリカや 750cc のホモロゲーションモデルのように軽いハンドリングを目指したところであった。軽量で、 ハンドリングとブレーキはニスト NSR250R の 900cc 版ともいえ、CBR900RR は日本国外の市場からは歓迎され、瞬く間に世界中でベストセラーになり、新たな造語としてツアラーともレーサーレプリカとも違うという意味でスーパースポーツと呼ばれるようになった。長らく輸出専用車で日本国内では逆輸入車扱いあったが、 2001年に発売された6代目 CBR954RR からは国内市場投入が決定され、バリキ規制や車温部品の追加など日本国内の規制に合わせた改良も行われた。国内仕様にはファイアーブレイドのペットネームは与えられていない。2004年には後継車種である CBR1000RR にバトンを渡し、生産終了となった。 なお、開発もババギシからゲンギシへバトンタッチされ、ペットネームも CBR900RR シリーズのファイヤーブレードとは区別され、ファイヤーブレードとなっている。初代は 893cc であった。エンジンは元が 750cc であったものを 70mm のボアはそのままに、ストロークを 58mm まで拡大しこの排気量を得ている。これは、 CBR1100XX と同値のストローク量であり、この排気量のスポーツモデルとしては異例とも言えるロングストローク傾向であった。しかし、それにより中回転域の加速特性は良好であり、軽い車体とのマッチングも相まって非常に高い運動性を得るに至った。それは主にワインディングロードや高速道路の合流などで生きることとなり、 国内外のメディア及びライダーから絶賛を持って迎えられた。特徴形式名が1代目と同じことからわかるようにマイナーチェンジモデルである。このモデルでは独立二等ライトを廃しタイガーアイと呼ばれる異形二灯のライト形状に変更された。このモデルまでの純正装着のレギュレータは経年劣化等でオーバーヒートする可能性が指摘されており冷却フィンを持った。 対策品と変更することが進められる。変更点このモデルより、排気量が 893cc から 918cc へ拡大し、出力を 4PES 向上。二代目のタイガーアイと呼ばれる、異形二等のライト形状は踏襲される。その他にもフューエルポンプを廃止するなど、軽量化も継続して行われる。このモデルが、キャブレター仕様及び16インチフロントホイールの、 最終型となる。なお、車両形式名は3代目と同じ SC33 であるが、全くのフルモデルチェンジである。フレームは3型に似るが、ピボット裏側に補強リブを追加したり、ステムパイプを若干前方へ出すなど、変更点は多い。またスイングアームをテーパー形状に変更、フォークオフセットを 35mm30mm、mm、に、 ホークピッチを2 0 4 m、mm、m に1 4 m、mm、m にするなど、操縦安定性に関する改良は多岐にわたる。さらにフロントブレーキは、ローター系を 296mm から 310mm とし、剛性を高めた日清の新型キャリパー1 4 m m 後8位にへ体系化したマスターシリンダーとの組み合わせで、これまでで最強の制動力を誇る。 乾燥重量は 3kg 少ない 180kg。エンジンは排気量こそ3代目と同一であるが、アルミスリーブの採用をはじめ約80%のパーツを心臓しており、出力は3代目の 128PS から 130PS へ向上している。キャブレターには新たにスロットルポジションセンサーを追加。マフラーはオールステンレスとなり、ブラック塗装は廃止された。 f クカートリッジのアルミ化、劇的に薄型となったメーターといった徹底した細部の軽量化など、キャブ仕様の集大成とも言えるモデルである。1998年にヤマハからユースフ R1 が発売され、シリーズ初の大幅なフルモデルチェンジが行われた。ライバルの衝撃的な高性能を目の当たりにし、1年前が推しで発売開始する。 CBR-929RR という名称は正式には北米仕様のみであり、欧州仕様は従来通り CBR-900RR という名称となるが、まとめて CBR-929RR と呼ばれることも多い。外観としては三眼ヘッドライトの採用が特徴。ロービームでは真ん中の一等のみ、ハイビームで三等すべてがつく。変更点なお、 北米地区向きに限定車も発売された。このモデルが900シリーズの最終型となるモデルで、初代から始まった軽量化により、乾燥重量がミドルクラスの CB400SF とほぼ同じ重量で、CBR1000RR まで含め、ファイアーブレードシリーズ最軽量のモデルである。なお、スーパースポーツでは初めて国内の基準に合わせて、 改良が施された日本国内仕様が用意され、ババニッシュの最後の担当車両として記念すべきモデルでもあった。ファイ仕様でありながら、キャブレター車のような爆発的加速力を持ち、後継機の CBR-1000RR よりもピーキーな性格だが、現行のスーパースポーツマシンにはない特徴が多い。変更点その他、インジェクターを4ケツから12ケツにしたり、 スイングアームピボットメンバーの肉厚アップなど、目に見えない変更も数多い。ミサオヤスに関しては、安定思考の小型をベースに、各部の変更で、どうにかシャープな方向へ振った節があり、市場の要求に対する設計人の苦労も見て取れる、モデルである。なお、オーニーセンサー等の排気ガス浄化装置を装着している、モデルもある。 輸出仕様と日本国内仕様との変更点他にもホンダアクセスのアラームシステムやココセコムに対応できるようになっているなどの日本仕様独自の防犯システムを組み込むことができる2003年には北米モデルのカラーバリエーションモデルの他にもオートバイ販売店であるプロエステン限定としてスロベニア共和国のアクラポビッチ社のスリップオンサイレンサーと 輸出向けの塗装がされた特別仕様が販売されていた。ホンダ50イヤーズホンダ50年史より、ハット ABCDEFGHIJ1998 モーターサイクルスーパーインデックス会出版社1998年5月20日18ページ。ISBN 9兆7848億7099万1651。 http://www.honda.co.jp:/news:/2002/200228a-cbr954rr.html。中村智彦、王者奪還、バイカーズステーション第156巻、u 遊夫、社、2000年9月、P77 から85、雑誌07583から9。 ありがとうございます。